どうも、タカウヌスです。アップデート情報が公開されたので話をします。今回のメンテナンスは短めです。寺子屋経験値3倍はメンテナンス前までなので注意してください。まずは復刻イベント、鬼とメイドとチョコレート、短縮版なので期間が短い点には注意。初日からイベント EX まで開放されています。交換ラインナップは薬液のほか、去年の正月絵札もあります。貫突で陽光3段階、陰光3段階上昇になる強力なものもありますので、絵札が足りない人には嬉しいでしょう。そしてサナエの実装、原作シリーズは何かしら強力な部分があり、糸片代による凸が可能なので150連分は素材はあるが、皮膚レビリア、皮膚フランに届かないという人はこちらでの天井前提ガチャをした方が良いかもしれません。そして某考察ダメさん歓喜のナズーリン実装、こちらは工場なので推し以外の人は原作サナエを選んだ方が良いでしょう。復刻フェスはスイカ、遊戯、河川ですね。こちらは簡単に味方全体の強化が可能な追加、転生で結界チーム探索安定周回が可能な河川が魅力的ではありますが、若干インフレに置いていかれているのは確かなのでよく考えてガチャをしましょう。開催開始日時は9日0時からなので注意です。どうしても欲しい人は初回ステップだけ回すと良いかもしれません。そしてメイン探索ドロップ2倍が開催、結界チーム絵札、人形使い絵札の適正キャラも増えたので頑張って集めましょう。デイリードロップ3倍キャンペーンが開催、気になった点はデイリー探索回数プラス2が7日の23時59分までというバナー、誤表記の可能性がありますが、念のためメンテナンス後にデイリー探索をした方が良いかもしれません。それでは皆様、良いロストワードライフを。